もうすぐクリスマスの時期がやってきます。やっぱりグラフのダイヤモンドをもらえたら嬉しいんじゃないですかね。最上級のジュエリーということなんですけれども、実は総額なんと50億円とのことです。最初はやっぱりちょっと緊張したんですけど、つけると自信が溢れてくるような、私の中にあるまた新しい何かを引き出してくれるような、そんな魅力的なジュエリーだなと思いました。普段はステージに上がることがとても多いので、衣装やコンセプトを引き立ててくれるようなアクセサリーを選んでるのと、あと普段では肌なじみのいいアクセサリーを好んでつけてます。もうすぐクリスマスの時期がやってきます。今年のご予定は計画されてたりしますか？クリスマスの前日までインドネシアの方でコンサートをして韓国の方に戻るって予定なんですが、その次の日であるクリスマスの日にメンバーと一緒にパーティーでもできたらいいねって言ってるんですが、はい、その日のコンディションに合わせてパーティーをしたりしなかったりになるんじゃないかなと思ってます。もしお友達とプレゼントを交換するなら、色違いのジュエリーをお互いに交換したらとても気分が上がるんじゃないかなと思います。女性としてこんなものをもらってみたいなんて憧れのジュエリーはありますか？やっぱりグラフのダイヤモンドをもらえたら嬉しいんじゃないですかね。